真夏の JNN 祭り、壁を壊そう。炎の240時間マラソンとは、TBS テレビと BSTBS の2009年世界陸上競技選手権大会地上波、BS 独占テレビ中継などに合わせ、機運を盛り上げるための企画として2009年8月13日から8月22日に開催された。スタート地、長いスタジアムゴール地。 赤坂サカスのサカスサカマラソンの模様は次の各番組で随時放送され、8月22日のゴールの模様は特別番組で放送された。この企画について、お笑いライターのラリー等だ、小田裕二の事務所とテレビ局からの制裁ではないか、と考えている。実際、以下の放映番組以外ではほとんど取り上げられず、他局でもあまり盛り上がらなかった上に、 別に面白いカットを放送するわけでなく山本、高弘などの芸人が走るシーンだけを放送しているだけだったので、全く知らない人が偶然見ても企画の意図や意味がわからないものであった。日本テレビ、思いっきりドンの生中継本日は、ダイソー、TBS ブログ、高野高弘のルート6、ありがとうございます。